中学2年生英語。はい、こんにちは。中学2年生英語の時間です。これ撮るの2回目です。全部データが消えました。悲しいですけど、やっていきますね。みんなも頑張ってやりましょう。はい、今回は下線部を尋ねる疑問文の作り方っていうのをやっていきます。下線部を尋ねる疑問文です。中1の時からちょこちょここの形の問題っていうのは見たことがありますね。はい、下線部部分が答えの中心になるような疑問文を作りましょう。はぁ、どういうこと、わけわからんっつって、多分一番最初中学1年生の時は悩んだ人も多いんじゃないでしょうか。でもこれ決まりさえ覚えてしまえば簡単です。まずはその決まりっつうところを覚えてもらえますが、これもそんな大したことないです。はい、公式っていうのを見ていきますね。下線部が物、動作を表すときには疑問詞 what 何々、または what の場合はさ、その後に名詞を置いて what 名詞何々という形もありますね。例えば what music do you like、 どんな音楽が好きとか、What food do you like? どんな食べ物が好きとかですね。こういう使い方、まあ要は物動作やったら What とか What 名詞の形になるよと。はい、そして2番、人を表す場合にはもちろん人を尋ねる表現、これしかないよね。誰を意味する Who です。3番、場所ならばどこを意味する Where やし、4番、時刻、時間じゃないよ、時刻だよ、何時とかっていう時には What time、何時ですか、 What time を使うし、もっとざっくりとした時間を聞きたければ いつの when を置きますし、6番、数を尋ねるときは How many ですね、いくつ。ただこれちょっと注意が必要、 How many の後は必ず複数形が来るよと、ここまで書きましょう。 How many 複数形。そして7番、金額の時には How many 使うことできませんね。お金を聞く時には How much に変わります。そして8番、距離ですが、 How ってそもそもどのくらいという意味がありますね。どのくらい遠いんですかを尋ねれば距離を聞くことができます。だから How 遠いという形容詞覚えてますかね。 Far です。 How far で距離を尋ねる表現。そして最後に9番、期間なんですが、期間っていうのは時間的な長さのことですね。どんぐらいの長さの長く、どのくらい長い間あなたは何なんです、何とかなんですか。長さを意味する、長いを意味する How long を書けばよいよと。はい、で今こうやって下線部がこれならこの疑問詞を使おうっていう決まりを9個出しましたが、じゃあここからどうやって疑問文作っていくかです。この公式を用いて疑問詞を決めます。つまりこっち側の今オレンジで書いた部分ですね。はい、これを決めて疑問詞っていうのは必ず文の先頭に置きますよ。そして下線部以外の部分っていうのを疑問文の形に直して疑問詞の後ろに置きましょう。これが決まり事です。まあ実際やってみるのが覚えるにも早いと思います。はい、括弧1番見てください。Then we can play baseball on Sunday. On Sunday に線が引かれてますね。私たちは日曜日に野球をすることができます。はい、オンサンデー、日曜日にっていうのはこの9個のうちのどれかっつったら時間ですよね。時間を表すんだから疑問詞最初につけるのは when だよ。じゃあ残った we can play baseball の部分を疑問文の形に変えましょう。 can を使った文だからそれを前に出すと can we play baseball、When can we play baseball? これで完成です。簡単っしょ。公式、決まり事通りに書き合わ、全然難しいことはない問題です。はい、慣れるまでじゃんじゃんやっていきましょうか。括弧に、You know the girl in this class. あなたはこのクラスのその女の子を知っていますという文ですが、The girl に下線部が引かれてます。はい、この9個のうちどれでしょう？そうだね。人だよね。だから疑問詞は who を使いますよ。残った you know in this class、 一般動詞の疑問文の作り方、 do you know in this class、 who do you know in this class、 あなたはこのクラスの誰を知ってますか、完成です。
もうだいぶつかめたんじゃないでしょうか。ちょっとスピード上げていきますよ。はい、タコさん、This cap is 2000 yen。このキャップは2000円です。はい、2000円金額。というわけで、最初に How much? 残った This cap is。B 動詞、前に出して疑問文。How much is this cap? 完成。このキャップ、いくら?各4、They go to the library after school。そして、カッコ5番も同じ文ですね。They go to the library after school。ただし、下線の部分が違います。カッコ4番は、after school、放課後にの部分に線が引かれています。つまり、時間を尋ねる表現ですね。when を最初につけて、残りの部分を疑問文の形に。do they。これで完成だよ。when do they go to the library? 一方、カッコ5番、they go to the library after school。to the library。その図書館への部分に線が引かれています。場所ですね。残った部分を疑問文の形に変えればこんな感じ。Where do they go after school? 放課後どこに行きますか?これだと図書館へですっていうのが答えの中心になりますね。さあ、6番です。He's going to play soccer tomorrow. 彼は明日サッカーをするつもりです。サッカーをする、play サッカーの部分に下線部が引かれている。つまり、こいつです。動作です。だから最初には what をつけましょう。ほんでこれ be going to do 未来形の文ですね。be 動詞を前に出しましょう。what is he going to? で、動作の時には一個注意が必要です。動作を尋ねる時には疑問詞 what をつけるという決まりがまず一個。そして一般動詞、普通に動詞の部分には do を書いてください。動作を尋ねるときは疑問詞 what を使い動詞は do に変える。はい、そして最後に tomorrow をつければ完成。What is he going to do tomorrow? 彼は明日何をするつもりですか?さて7番です。She stayed at the hotel for 2 weeks. 彼女は滞在しています。ホテルに for 2 weeks。ここの4、何々の間と訳す4ですね。2週間の間滞在しています。はい、2週間の間に線が引かれているということは期間を尋ねる表現を使えばいいと。How long? 過去形の文なので Did she stay at the hotel? 完成。How long did she stay at the hotel? どのくらいの間しましたか?彼女は滞在しましたか?そのホテルに。過去8。Lucy sang a song in front of many students. はい、sang a song. sang っていうのは sing、歌うの過去形ですね。に線が引かれています。つうことは、動作を尋ねる表現ですね。そうです。what から書き始めて、一般動詞 do を動詞の部分に補うよと。what did Lucy do in front of?入ってるかな? What did Lucy do in front of many students? さて、括弧9。Jim sent an email to his friend the day before yesterday. 長い文ですが、訳すとこんな感じね。Jim は sent っていうのは send、送るの過去形です。send sent です。はい、Jim は送りました。e メールを何々へ。彼の友達へ。The day before yesterday 覚えてますか?イエスタデイ、昨日のさらに1個前の日のことです。そうですね。おとといのことです。おととい、E メールを友達に送りました。おとといに線が引かれている時間を尋ねる表現ですよ。When から始めて、こうなりますね。When did Jim send an email to his friend? いつ送ったの ?10 番です。Tom runs 3 kilometers every morning.トムは毎朝10キロじゃない、3キロ走ります。3キロ、3キロメートル、2線が引かれている距離を尋ねる表現を使いましょう。How far? 残りの部分、疑問文にしましょう。はい。How far does Tom run every morning? 過去11。Cassie bought 3 chocolates at the supermarket. 3つのチョコレートをキャシーはスーパーマーケットで買いましたという文ですが、はい、数の時は how many?
そんで気をつけなきゃなんないのは、この後に複数形の疑問、名詞を入れなきゃいけないね。今回はチョコレートの数を尋ねる表現になるので How many chocolates になります。 How many chocolates、 残りの部分を疑問文に変えましょう。 How many chocolates did Cassie buy at the supermarket? 完成です。だいぶ慣れたんじゃないでしょうか。さて12番です。 Tom cleans his classroom every morning。 トムは毎朝教室を掃除します。トムに主語が引かれてます。人だから風だね。でも一個困ったことになりました。この後どうやって疑問文作るかっていう話です。 cleans his classroom every morning しか残ってないね。これで疑問文どうやって作るっていう話、作れないですよね。一個だけ例外的な決まり事があります。下線部が主語に引かれていた場合の話です。下線部部分が主語に引かれていた場合には疑問文にせず、そのまんま文続けて構いません。ふの後 Who cleans his classroom every morning、 そのまんま書けばよい。一個注意があるとすれば、ふは三人称単数扱いです。だから cleans、 複数形じゃない、ごめん、三人称単数形の S、 三単元の S が必要ですよというところまでチェックしといてください。13です。 Many birds are flying in the sky。 これも同じことなんですが、はい、 Many birds に線が引かれています。主語に線が引かれています。鳥やろうと、どんなに可愛い猫ちゃんワンちゃんやろうと、英語では物扱いするわけで、疑問詞は What を使うよ。そしたらそのまんま残りの部分入れましょう。 What are flying in the sky。 完成。さあ、もうだいぶ慣れてきたはずです。パッパカパッパカ。行きましょう。14番です。She saw Mr. White at the hospital yesterday. 彼女は昨日病院でホワイトさんを見ました。人に線が引かれている疑問詞は Who。 そしたらあとは完成。Who did she see at the hospital yesterday? 15。Jane practices the violin every Thursday. はい、どうさ。疑問詞 what と使って動詞は do に変えるんでしたね。 What does Jane do every Thursday? 16. There are 365 students in this school. この学校には365人の生徒がいます。はい、数複数形にするのを忘れないように。 How many students?はい、How many students are there in this school? There is there は B 動詞を前に出せば疑問文の形。というわけでラストです。17番、 She is going to go to Tokyo next month。 彼女は来月東京に行くつもりです。来月ということは時間、 when を書いて未来形 be going to do の形なので疑問詞、疑問詞じゃない、疑問文完成。When is she going to go to Tokyo? で、終了です。で、ですね、今回の宿題、これ、今日埋めたこの1枚のプリントを3周やってきてください。はい。ですね。で、まあ、やり直しがあった場合には、そのやり直しもして、やり直しプリントと一緒に提出をお願いします。というわけで、今日は以上でした。あ、で、このプリントは多分、後々も、あ、この下線部を作る疑問文って、下線部を尋ねる疑問文ってどうやんだっけっていう風に忘れちゃった時に役立つプリントなんで、しっかりノートに貼っておいてください。というわけで以上です。さようなら。